2020年東京オリンピックの馬術競技は国際馬術連盟管轄のもと2021年7月24日から8月7日まで開催されたオリンピックの馬術競技である。前回大会同様、障害馬術、馬場馬術、総合馬術の個人団体系6種目で開催された。競技会場は馬事公演、総合馬術は 海の森公園のクロスカントリーコースでも実施された。フェにより、開催国日本は全種目の出場枠が保障されている。団体戦はいずれの種目も1チーム3人場で構成され、2018年世界馬術選手権や地域別予選等により選出された障害飛び越し、20チーム、総合馬術、ババ馬場馬術は各15チームが出場する。個人戦には、 団体の陣馬に加え、地域別予選やフェが定めるオリンピックランキング等により、NOC に出場枠が与えられ、障害飛び越し15陣馬、総合馬術20陣馬、馬場馬術15陣馬が出場する。一つの国からは、団体戦の出場国からは3陣馬、非出場国からは、障害飛び越しと、馬場馬術は1人馬、総合馬術は2人馬まで出場できる。 グループ A、北西ヨーロッパ、グループ B、南西ヨーロッパ、グループ C、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ及び中央アジア、グループ D、北米、グループ E、中南米、グループ F、アフリカ及び中東、グループ G、東アジア、南アジア及び、オセアニア本大会に出場するジン馬は2021年6月21日までに、出場最低基準を満たす必要があり、 満たせなかった場合は、出場枠は他の国に割り当てられる。団体は1チーム3名の合計スコアで順位を決定する。団体決勝には予選の上位10チーム、個人決勝には予選の上位30名が進出するが、予選のスコアは決勝には持ち越されない。スコアが並んだ場合は、タイムで順位を決定するが、1位が並んだ場合は、ジャンプオフにより優勝者を決定する。 団体には20チームが出場予定であったが、オーストラリアの選手1名が出場停止となったため、19チームが出場した。また、2名の交代選手が出場した一方、5名が棄権したため、合わせて54名が出場した。個人は2名が棄権したため、73名が出場した。団体は1チーム3名の合計スコアで順位を決定する。バババ術。 クロスカントリー、障害馬術は団体と個人を兼ねる。団体は障害馬術までの合計で順位を決定するが、個人は障害馬術までの合計の上位25名が障害馬術に進出し、障害馬術までの合計で順位を決定する。団体には15チームが出場したが、4名の交代選手が出場したため、合わせて49名が出場した。 個人は3名が棄権したため、62名が出場した。団体は1チーム3名の合計スコアで順位を決定する。グランプリは団体と個人両方の予選を兼ねる。団体グランプリスペシャルには、グランプリの上位8チーム、個人グランプリフリースタイルには、グランプリの上位18名が進出するが、グランプリのスコアは、グランプリスペシャルや、グランプリフリースタイルには持ち越されない。 団体には15チームが出場したが1名が棄権したため44名が出場した。個人ではさらに1名が棄権したため58名が出場した。競技会場はバジ公演。8月1日のクロスカントリーのみ海の森公演のクロスカントリーコースで実施される。ありがとうございます。